今日から大雨などの災害の際に、各自治体が発令する避難に関する情報が大きく変わります。レベル4の避難指示が出たら、危険な場所にいる人は避難が必要になります。5段階の大雨警戒レベルは災害対策基本法の改正により、レベル5ではこれまでの災害発生情報から命の危険が迫っていることを伝える 緊急安全確保に変わりますまたレベル4ではこれまで2種類あった避難指示緊急と避難勧告が避難指示に一本化されレベル3では避難準備が高齢者等避難となります警戒レベル4の避難指示が出たら危険な場所にいる人は必ず避難することが求められます